はい、どうも、チューバーチャンネル TV、神谷です。今回は、こちら、おさわり探偵のなめこ栽培キットゲームプレイをやっていきたいと思います。さあ、最初にですね、チュートリアル各種の説明を、ただいま G から受けておりますが、どうやら、前作と比べると複雑な感じで分かっておりません。何やらですね、発注書と呼ばれるいわゆるクエスト、まあ、特別発注っていうのもあるんですけれども、それを行いまして、各ナメコなどなどを収穫していくみたいでございますね。さ、早速ナメコを収穫していきまして、これが目次、いわゆる発注書、クエストですね。何やら前作と比べるといろいろあって迷ってしまいそうです。まあ最初はいつもの栽培室を使っていきましょう。これがフード製造機。パーツを組み替えながら新しいフードを製造することが可能でございますと。さあ、男の設計図、こちらを反映いたしました。さあ、どうなるんでしょうか。楽しみでございます。さあ、ナメコ図鑑を見てみましょう。普通のナメコでございますね。どうやらナメコごとにお気に入りのテーマがあるみたいでございます。さあ、まだまだコンプリートできておりませんので、これからコンプリートして参りましょう。さあ、新しいナメコを収穫できますね。生えて参りました。どうやらネジを手に入れました。いわゆるプライズを入手いたしまして、素材は MB と交換できるみたいでございますが、使い道がよくわかっておりません。はい。というわけで、今回はここまで。次の動画でお会いいたしましょう。以上、神谷でした。バイバイ。